そうだ、18人前。では開けます。はい、タレをちょっと煮詰めて、はい、どうぞ。はい、煮詰めるからごめんね、ごめんね。あれは大丈夫、そこがピッチリしまって。そこがどこ行った？出だしてんじゃないの？なかった。その夜営業とかもお弁当の内容を提供。お弁当の、もちろんこれをおかずで、定食みたいにお膳に、定食みたいにもできますし、これが、はい、夜限定の。そうです、ここでイートイン限定なのでお持ち帰りはお断りしてるんです。あ、じゃあもう17時からイートインの、そうです、夜の10時までは食べていただくことができますね。あのイートインの方が少し、あの、まあ、こういうものは全部値段は一緒なんですけど、あの辺は全部700円とか、はい、そういったお手軽な感じですか。そうですね、おつまみにもなるし、お腹の、あの、お腹も膨れるメニューになります。きんぴらとか、この大人のさつまいものきんぴら、はい、あのおやつじゃないおつまみになる天ぷら、あ、きんぴら、ごめんなさい。だからこの今新しい名物がおからのいなり寿司っていう、はい、もうこれもイートインできる内容にも、もちろん全部イートインできます。で、例えばこういうのとかこういうの、はい、ああ、そうです。でもこの500円で、500円のを、まあ、ワイン煮込みだと温めてお出ししますけど、はい、一番人気のメニューはワイン煮込みハンバーグです。はい、で最近本当に急上昇しているのが、どれも人気はあるんですけど、特にということであればこの鶏チリ南蛮と、結構男性の方はこの合いびきステーキが、肉感があって美味しいって言ってくださいます。この鶏チリ南蛮を、はい、作ります。こうやってお肉が浮いてくると火が通ってる証拠です。あとはもう焼き目みたいな、焼き色だけの問題で、はい、もう火が通ってます。タルタルソースお願いします。はい、このパセリも自家製です。そうなんですか。タルタルの今の元、あ、そこから
ブレンドして。はい、マヨネーズに混ぜるだけです。はい。成形をしてます。無事で。油一滴も使ってないのにね。合いびきが1回3キロで23分。46個できるんですけど、でも23組やったら2週間以上は持つね。だいたい1日1個か山2個、最近でも増えてきた方だけどね、その注文が増えてきた、最初は合いびきステーキって何ですかってお客さんがなんか聞いたことないから何ですかって言われてたね。そうですね。まあそれ、まあお弁当とかでもあんましそのなんかね、聞いたことないですよね。特にね、はい、オープンした時はなかったメニューなんですよ。それがお客人ね、なんか一人のおばあちゃんがなんか来られた時に、あのステーキが食べたいけど、どんなに柔らかいヒレとか柔らかいお肉でも塊が噛めないって言われて、でもお肉食べたい、でもハンバーグが食べたいわけじゃない、お肉って感じのが食べたいって言われて、すごい2人で考えて、でもお肉塊が無理なんてやっぱり合いびきじゃないですか、でもハンバーグじゃない、だからその引き方を変えたのをこう合わせて成形することによって肉感をアップしようかな。ソースも特製のステーキソースになります。お店で、はい、はい、作っております。これをかけて、でご飯は雑穀で、これが雑穀米です、はいはい、はい、お待たせしました。準備完了しました。はい、はい、じゃあお父さんがちょっと受付じゃないですけど、はい、接客対応、いや、もうほぼ裏方、あ、裏方ご注文いただき誠にありがとうございますと言ったようなのも、はい、必ずつけております。お寺様です。はい、ではお願いします。はい、ありがとうございます。鶏チリ南蛮のお弁当ですね。はい、ちょっと風が冷たいんで、はい、頑張ってください。いらっしゃい。寒い中とか来てくださるじゃないですか、だからやっぱりなんか冷めて喉をちょっと喉飴で、夏はあの塩の飴かクエン酸の飴を、なるほどなるほど、はい、夏バテとか。これ、ね、からハンバーグの仕込みをいたします。合いびき肉が2キロです。これ大体何人前ぐらい、3キロで18個ぐらい、そうだ、18、人前で、玉ねぎですけど、よそのお宅では多分炒めた玉ねぎを使われると思うんですが、うちは生のまんま使います。特徴としては当店のハンバーグは塩も胡椒も一切いたしません。四川の味そのままで作ります。
混ぜて成形したらすぐ焼きます。焼いてそれをワインで煮込みます。はい、ワイン煮込みハンバーグです。うちの一番人気の商品ですね。今まで食べた中で一番美味しかったとかいろいろ美味しい話をいただきますね。変わってないんですけどね。なんか私もう50年以上このハンバーグ作り続けて、かなり長い、はい、商品になるんですね。すっごくシンプルなんで作りやすいんですけど、だからどなたが作っても同じ味になると思います。なんかすごいもうなんかいい香りというか素材のいい良さがもうなんか匂いから伝わるような感じで焼いてるともっといい匂いします。はい、じゃあもうワンクッションください。いきます。はい、ごめんなさい、ちょっと大雑把でごめんなさい。はい、はい、長年の経験の結構やっぱ力入れるんですか。あの重くなってくるんです、よく固まってくると。だからちょっと力が今入るようになりました。終わった。はい、はい、よいしょ。ある程度グラム数測って、はい、ラスト。ここからもすぐこねて焼いて、はい、次の工程みたいな。いきます。はい。お店っていうのは、まあ、もちろんお弁当が、はい、弁当、惣菜、はい、また夜の方はあれ、はい、このカウンターと一応そっちが今ちょっとお昼間は事務所で使ってるんですけど4人席ぐらいがあるので、はい、その2つで、なんていうの、食堂みたいな感じ。まあ、そうですね、あのお弁当にあるメニューも食べていただけるし夜専用のメニューもあるので、あ、はい、例えば、まあ、鉄板焼きというかお好み焼きみたいなものですとか、はい、そういうものも食べていただけます。お酒の提供みたいな。はい、お酒はあのなかなか岡山市内ではあんまりないんですけど、あの缶ビールとかで缶チューハイで気楽に。なるほど、なるほど、はい、もうなんか緩い感じで。そうですね、はい、もうそのままで、はい、この真ん中に当ててるんだから、火の通りを良くするためです。物によっては例えばさっと湯がいていらない油を落としてから、そうすると時短になるし、また油も節約っていうか使わなくて済む、そういう風な仕方をしてます。ほら、ひっつかないでしょ。あ、本当ですね。ほら、あ、この時点でいい匂いがしてくるんです。
方の鍋に入れてるのは表面だけを焼き目をつけて向こうで煮込むためです。はい、大体何分ぐらい？大体2、30分とかかな。あの中のくぼみのところから煮汁、肉汁が出るんですけど、その肉汁が澄んだ肉汁が出だしたら火が完全に通ったっていう証拠なんです。こうすると押して、なんかまだこう濁った感じが出たらまだだなっていう、あのくぼみがね、意外とよく見た。もうちょいですね、でもこれ。ね、これ。肉汁の色がこれまだ濁ってるでしょ。そう、ね、これが綺麗な澄んだ色になるんです。こういうのを手出したらもうそろ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 ですね。でこれがあもういいなと思ったら今度ソース、カクテルソースをかけて、はい、それでまた煮込みます。はい、火を開けます。そういったソースを入れます。よし、これでまた煮込みます。今度は火をかなり高くして煮込んでいきます。で完成です。でちょっと寝かすの、寝かします。タッパの中で、はい、タレをちょっと煮詰めて、でこれで煮させます。あ、もういろいろです。日替わりは変わります。はい、どうぞ。はい、こんにちは。ごめんね、ごめんね。あれは大丈夫、そこがぴっちりしまって。そこがどこ行った？なんで出してんじゃないの？なかったよ。あ、めちゃくちゃ美味しいですね。わやった。純粋になんか素材の味を生かしつつ、うん、なんかそのワイン煮込みってなんかどうなんかなっていうかね、癖があったり、うん、そういうのもなくて、はい、純粋にあの素材の味がまた生きたままで。そうね。ですね。玉ねぎが、ね、普通のハンバーグより多いんですよ、1.5 倍ぐらい。食感が、この玉ねぎの食感はちょっとね、シャリというか、あ、はい、なんかね、いいですよ。炒めてないから生でそのまま入れるので。言ったら生の玉ねぎが言ったらあのワインで
蒸されてこう半透明になってる感じと思ってもらいたいんですけど、なのでこうシャリ感がちゃんとちょっとあって、そう食感もあるので、ね、食べ応えもすごくあるんです。ですよね、はい、玉ねぎまだ生きてるというか、はい、はい、うん、で、ね、手でこうやっぱり切ったりするので、どうしてもものすごく玉ねぎでっかいのが入ってることもね、ありますし、あ、すごい美味しいです。これこちらもこだわりみたいなのがあってですね、雑穀米なんですけど、雑穀は押し麦とか、それからあのもち麦、いろいろなミックスにしてあるんです。こんな感じですね、はい、こんな感じで、お結構いろいろ黒豆とかも入ってるし、はい、ごまも入ってるし、はい、こんな感じで、これをこれと、それからうちはあの全部あのイヌリンって言って、はい、菊芋の成分なんですけど、この菊芋の成分をこういう粉末状にしたもの、いったものですね、これを必ず一緒に入れていただいています。で、効果としたらたくさんいい効果はあるんですけど、とにかくあの食べた時にちょっともちっとするのがすごく美味しいので、で、あの食物繊維が 1.7 倍、母ズキーマカリーでございます。はい、これはもう夜も全然やっております。はい、お弁当として持ってきます。持ってきます、はい、で、ご飯は白も雑穀もお選びいただけます。はい、こんな感じで、味をもとにしてアレンジをしたという、隠し味というかあれですかね、生姜でしたっけ。生姜です。生姜ですよね。いただきます。はい、なんかきますね。でも辛いんですけど、まあ、ちゃいますね、これ普通の日本の、ね、あの言ってる辛さじゃないですね。でも辛さを味わいたい時にはこれでも十分まあですね。します。確かに夜中に食べても胃にきません。ありますね、コクというか、なんかすごい上品な感じで、やっぱこれもいろんなスパイスが、はい、入ってます。入ってますね。一度必ずお店の方へ来てください。あったかいもので、あったかい気持ちにします。はい、こちらはタルタルの素と言いまして、うちで作っているタルタルソース、使っているタルタルソースの元になるピクルスなんですが、うん、よろしかったら販売中です。はい、ありがとうございます。お土産にもプレゼントにもおすすめです。はい、よろしくお願いします。はい、朝11時半から夜10時まで、で、イートインは夜だけですが、この店内で夕方5時からお食事ができます。定休日は日曜日です。祝日も日曜日でなければ空いております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。